現時点での総合ランキングだ。チコマン王者の高っちが1位確定。チョコレートともとかが10点差で2位となった。この時点で順位が大きく変動したが、それはまた後ほど触れていくぜ。様々なドラマを生み出してきたパワーボールの決勝戦、今回はスポマン王者対ミスタークロッセオ。一体どんなドラマが生まれるのだろうか。さあ、ミスタークロッセオ対スポマン王者が再び激突します。マウンテンフラッグでは高っちに軍配が上がりました。パワーボールではどうなるのか、注目の一戦が始まろうとしています。いよいよ究極の力比べ最終章が始まります。パワーボール決勝戦です。決勝戦は時間無制限、果たして誰が勝つのか。果たして元カがマウンテンフラッグの無念を晴らすか、それとも再び高っちに軍配が上がるのか。さあ、地獄の決勝戦、勝つのはどっちだ。決勝戦スタート。さあ、まずは高っちが押していく。少し苦戦しているか。どっか元カが押し返す。ミスターコロッセオの意地を見せられるか。元カ絡み押していく。さあ、ここからか。元カが絡み押していく。押し切るまで終わることがない。この地獄の決勝戦、元カは高っちを寄せれば打ち、寄せれば2位となります。おっと、高っちが押し返す。こういった時の高っちは本当に怖い。さあ、ここから巻き返すのか。元カが苦しい表情を見せている。前回大会は何度も終わったのだか、今回こそは総合優勝を勝ち取るべく、少しでもポイントを稼いで総合優勝まで持っていきたいところであります。しかし、2人目の高っちに打ち返されている。高っちは前回1位。この男は、クロッセオのポイントがかかっており、元カと同じくポイントを稼ぎたいところです。そして、2度目の総合優勝を勝ち取ると、話していた高っち。その高っちはどんどん壁をしていく。去年2大会で優勝した元カは、2度目の大会で優勝したことがありません。そんな元カ、押し返すことができないのか。ミスター非常識、大阪の戦いで2人目を大きく削られてしまったのか。高っちが直しているのか。おっと、元カ抜きましたか。しかし壁が止まってしまった。ここから元カが押し返すのか、それとも高っちが落ちるのか、どう展開するかが全くわかりません。さあ、元カは耐えるので精一杯か。しかし高っちも後ろに苦戦している。高っちが絡みをしていく。すでに元カはひどい展開か。それでも元カは高っちの重圧に必死に耐えている。しかし、押し返すことができない。そして高っち、最後の一踏ん張り。さあ、落ちた。再び高っちが元カを破り、見事パワーボール優勝です。第3種目、パワーボール優勝は、スポマン王者の高っちです。高っち、パワーボールでも元カを破り、優勝。総合ランキングだ。スポマン王者の高っちが1位、元カが2位となった。ゴータとサーモンがチョコレートと並び3位、ケンさんは依然として6位のままだ。7位のタケシと8位のルートはここで脱落。次の種目で上位4名がショットガンタッチに進出。第4種目では、あの地獄の競技が姿を現す。第4種目、160kg の重圧を連打で耐えろ、ヘビープレス。スポダンで最も過酷な持久戦、ヘビープレス。レバーをひたすら連打し、160ブロック分の重圧に耐えるゲームだぜ。ボックスが下がりきると脱落。最後まで残った人が決勝進出となるぜ。予選の組み合わせは現在の順位をもとに決めた。同率3位であるサーモン、コウタ、チョコレートが第1組だ。この3人で最初に脱落した者はサバイバルからの脱落が確定する。時間無制限、連打地獄のヘビープレス、予選が始まろうとしています。第1組の紹介です。第1レーン、コウタ。第2レーン、サーモン。第3レーン、チョコレート。さあ、第1組がステージに上がりました。現在、崖っぷちに立たされている3人。果たして、誰が生き残るのか、注目の一戦を見逃すな。3、2、1、GO! さあ、
ヘビープレス第1組が始まりました。体の強さ、そして指先の持久力が試されるこの競技、総合優勝をするためにもここはなんとか勝ち取っておきたいところです。ここまで準優勝したサーモンですが、今大会はうまく感じたのではないのでしょうか。次回の総合優勝を勝ち取るためにも何としてもサバイバル脱落を阻止したいところです。チョコレートは前回ショットガン達成を目標にして脱落、この続きを照らすことができるのでしょうか。もっとサーモンから悶絶の叫びが聞こえる。あーっとサーモン、ここで脱落ね。そしてチョコレートも悔しそうだ。あーっとここでこの瞬間、コンタの決勝進出が決まりました。サーモン、ショットガンタッチを目前に、サバイバル脱落。マジでちょっと、めっちゃ悔しいんだけど。まあ、脱落はしましたけど2位でよかったです。あとはケンさんの結果次第ですね。まあ、ケンさんが勝ったら応援しますし、負けたら僕がケンさんとサーモンの分まで背負ってショットガンタッチに挑みます。続く第2組。さあ、元から来ないっす。これは誰が勝つのか全くわからないぞ。あーっとどうした、ここで止めてはいけない。元か、まさかの凡ミスで。なんと、途中で止まってしまい、脱落。さらに、連打力最強とされていたケンさんも。ショットガンタッチを前に力尽きてしまい、サバイバル脱落となった。結局、タカッチがまたしても決勝進出となってしまった。決勝に進出したのは、タカッチとコウタ。果たして、現在無双状態のタカッチを食い止められるのか。ヘビープレス、決勝。果たして、スポダン史上最も過酷な持久戦を制するのは誰だ。第1レーン、コウタ。第2レーン、タカッチ。さあ、運命を大きく分ける決勝戦です。果たして、タカッチがまたしても勝つのか、それともコウタがタカッチを破るのか。勝つのは、どっちだ。この指先地獄から這い上がり、勝利の旗を上げるのは果たしてどっちなのか。コウタは先ほど、ヒコマン準優勝のサーモンと、ヒコマン4位のチョコレートを破りました。すでに、ヒコマンの成績を大幅に超えているコウタですが、目指すのは総合優勝です。ここで2つを勝ち、ポイントを落とすわけにはいかない。しかし、コウタのボックスが一段下がってしまった。コウタが苦しい表情を見せている。さあ、コウタ耐えられるか？高槻はまだ余裕がありそうです。まだ高槻のボックスは下がらない。あーっとコウタ、ここで脱落。しかしながら、よくぞここまで耐えました。この瞬間、高槻のヘビープレス優勝が決まりました。そして高槻、元か、コウタ、チョコレートが元日大会への出場権を見事獲得しました。おめでとうございます。総合ランキングだ。ヒコマン王者のタカッチが依然として1位置、元カが2位置、コウタが単独で3位となった。チョコレートはギリギリで脱落を免れたが4位に転落。サーモンとケンさんは5位となり脱落。次の種目で総合優勝者が決定。最終種目は、コロッセオの関門とも言うべきあの種目が登場。ついに、総合優勝が決まります。果たして、YouTube 初のマイクラスト弾で、最後に笑うのは誰なのか。最終種目、ショットガンタッチ。10メートル上から落ちてくるボールを、どれだけ離れたところから触れられるかを競う競技だぜ。触れたら成功とし、成功すると1メートルずつ距離が伸びていき、2度失敗した時点で脱落となるぜ。そして今回から、ショットガンタッチの仕様が変更された。ボタンを押すとスピード効果が与えられるようになり、そしてダイブ。これにより、ショットガンタッチをよりリアルに演出することが可能となった。そして1回の試技で与えられるポイントだが、現在4位のチョコレートと1位のタカッチとは60ポイント差である。そのため、順位の低いものから試技を行い、一度の試技を成功させるごとに70ポイントを与えられる。つまり、成功すれば逆転1位となり、2回失敗すれば即脱落。果たして、このコロッセオ最後の関門を突破するのは、誰だ？それでは、11メートルから試技を開始します。最初の挑戦者は、チョコレートです。
初挑戦のショットガンタッチ。さあ、よけして挑む。余裕の成功です。ボタンを押すまでの助走をこぶつけずにスタートしました。そして余裕のキャッチです。チョコレート、11メートルを成功させ、見事暫定1位となりました。続いては、MC サスケに人生をかける男。ミスター非常識、コウタの挑戦です。現在は暫定3位です。この男のショットガンタッチは初挑戦となりましたが、練習セットで特訓をしてきたといいます。さあ、スタート。おっとまさかの、11メートル1回目失敗。これはどうしたことか。まさかの、初期設定の11メートルでいきなり失敗するとは。波乱の展開です。いや、結構ね、本番すごいキックだね。いや、やばいわ。コウタ、11メートル1回目を失敗。もし、2回目も失敗した場合はその瞬間脱落。果たしてどうなるのか。早くもこれがラストチャンスだ。さあ、早くもコウタが崖っぷちに立たされています。MC サスケに人生をかける男、コウタは、このスポダンに向けて計り知れないほどの練習を積み重ねてきました。スポマンでの脱落がそれほど悔しかったのでしょうか。スポマンのモンスターボックスでは49段で失敗し、あっけなく終わってしまいました。その後、練習セットでの特訓が功を奏し、今大会のモンスターボックスでは見事49段を超えました。自分超えを果たしたコウタですが、悲願の総合優勝には未だ程遠いと見えたでしょう。ですが、死に物狂いで重圧に耐え、見事、自身初のショットガンタッチに進出しました。さあ、運命を分ける11メートルです。押した。あーっと届かなかった。なんとここで、コウタ、まさかの脱落です。コウタ、総合4位で脱落。早すぎる脱落となった。コウタさん、今回のスポダンはどうでしたか？この、前回の自分超えてたから、本当に、総合優勝は出なかった。これは本当に悔しい。いやだけど本当にその、この最終種目をやらせてもらって、本当に、超えてた。お疲れ様でした。彼の熱い思いは消えることはない。元日大会に期待しよう。先ほど、MC サスケに人生をかける男、コウタが早くも脱落しました。残るは3人。その中でチョコレートはすでに11メートルを成功させ逆転1位。この男はどうでしょうか。ミスターコロッセオ、元カノ登場です。この男のショットガンタッチは初挑戦となります。スタートした。あーっと元カー。元カがなんとここで失敗するとは。まさかの展開です。なんと、11メートルで2人も失敗するとは誰が予想したことでしょうか。もう後がない元カ。果たして、ミスターコロッセオとしてここを乗り越えられるか。さあ、元カ、11メートルラストチャンスです。元カはかつて、ショットガンタッチ目前で敗北となりました。その時の悔しさ、そして高槻への怒り、すべてをぶつけて挑んだ今回のスポダン。見事、初挑戦のショットガンタッチまで駒を進めました。だからこそ、ボールに触れることなく終了という結果は何としても避けたいところです。彼のコロッセオという舞台は、絶対に譲らない。その思いを込めて、届かなかった。元カノデモがここで終わってしまうとは。まさかの、2人連続での脱落。総合3位で、コロッセオを去る。今回のスポダンはどうでしたか？そうですね。いやーでも、難しかったです。元日大会もあるので、ぜひリベンジしてください。はい。お疲れ様でした。ミスターコロッセオの舞台はまだ始まったばかり。この男も元日に期待だ。大波乱のショットガンタッチで、この11メートルを成功させたのは、チョコレートただ一人です。そのチョコレートに続けるか？ 11 メートル最後の挑戦者は、コロッセオ2連覇がかかっている高槻です。チョコレートがすでに11メートルを成功させているため、高槻は現在暫定2位です。さあ押した。2連覇に向けて、わずかに届かなかった。高槻までもが11メートル失敗。
1万のうちの高槻までもが11メートル失敗です。今回のショットガンタッチはまさに非常事態です。またしても11メートルで失敗者が出てしまった。高槻2連覇の夢危うし、ここを失敗した瞬間チョコレートの優勝が決まる。かつてスポーツマンナンバーワン決定戦で優勝した高槻ですが、ここまで追い詰められたことはかつてありません。目指すは総合優勝です。さあ、高槻の11メートルラストチャンス。ソロ B 賞が史上4人目の14メートル達成から間もなく1年が経ちます。失敗すれば即脱落、こうして2連覇という夢は途絶えてしまいます。しかしそうはさせないと威張る高槻。さあ、押した。コロッセを2連覇に向けて届いた。このような腕の後ろに手付けた長い助走でスタートしました。その後、全てをぶつける勢いで加速し、そしてこのキャッチ、高槻、見事11メートルを成功し、再び逆転1位となりました。高槻とチョコレートが11メートルを成功させ、高槻は1位をキープ、チョコレートが2位となった。元カとコウタが無念の脱落。次は12メートルへの挑戦となるが、もしここでチョコレートが失敗すれば高槻が優勝、チョコレートが成功させ高槻が失敗した場合はチョコレートが総合優勝となる。さあ、高槻とチョコレートの一騎打ち、果たして総合優勝を掴み取るのは誰だ。男たちの戦いはいよいよクライマックスだ。距離は12メートルに伸びました。果たしてチョコレートはこの12メートルを成功させるのでしょうか。現在総合2位です。高槻の2連覇を阻止するべくさあ挑んでいった。おっとチョコレートがまさかここで失敗するとは。なんとチョコレートが12メートル1回目を失敗しました。もし2回目も失敗した場合、打倒高槻という夢は途絶えてしまいます。もう後がないチョコレート。仲間の思いを背負い、12メートルラストチャンスに挑む。2022年、夏。苦闘を強いられた、挑戦者たち。スポマン準優勝のサーモンは、序盤から本領を発揮できず、ショットガンタッチを前に、無念の脱落。持久力最強とされていたケンさんは、ミスが続き、ヘビープレスで精魂突き果てる。MC サスケに人生をかける男、コウタは、念願のショットガンタッチに進出するも、11メートルであっけなく失敗。ミスターコロッセオ、元カ、コウタと同様、初挑戦のショットガンタッチであっけなく脱落。打倒高槻を目標に掲げる挑戦者の中で、生き残ったのはチョコレート、ただ一人。仲間たちの夢はただ一つ。高槻を倒す、それだけだ。その夢を背負い、12メートルラストチャンスに挑む。彼にとって念願のショットガンタッチとなりましたが、そこに待っていたのは悪夢でした。今大会チョコレートはモンスターボックスで大会最高記録の57段を制圧しました。マインクラフトコロッセオ、新たなる時代の立役者となったチョコレート。果たしてそんなチョコレートはこの12メートルを成功させるのでしょうか。失敗すればそこで敗北。さあ、よけした。仲間たちの夢を背負って届かなかった。まさかここで仲間たちの最後の希望、チョコレートがここで脱落です。この瞬間、最強スポーツ男子頂上決戦優勝は高槻に決まりました。ふざけんなこの野郎。スポマン王者高槻がコロッセオ2連覇となった。というわけで今の気持ちを聞かせてください。と言いたいところですが、もう尺がない。4年とで順になるので聞かないでおきます。次回のスポダンは2023年最強マインクラッター男子頂上決戦として公開します。それでは皆さん、元日大会をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。